第5回目の今回は海外ビジネスと知的財産というテーマについての相談が寄せられております相談に乗っていただきますのは25年以上にわたって九州の地で中小ベンチャー企業の知的財産保護に取り組んでいらっしゃいました弁理士の加藤先生です今日は。よろしくお願いします売上30億円程度の中小企業です業種は食品関係ですつい最近まで海外でのビジネスには全く考えていなかったのですが 当社の製品を評価し興味を持ってくれる海外企業があり真剣に海外進出を考えていますところが聞くところによると海外は日本に比べて知的財産権に関する意識が格段に高く無防備で進出すると痛い目に遭うと聞きました海外マーケットは結構魅力的で会社の将来のためにも進出したいのですが知的財産に関してどのような点に注意をして今後進めていけばよいか教えてくださいという 海外に限らずですね新しいことを始めるときにはですねメインの商品だけでもいいんですけれどもそういう権利侵害って何もないかとか商標を取られていないかとか調べますけれども全くそれと同じようなことをややっぱり現地ででななきゃいいけすよね日本でもですねそういう争い事って結構今増えてきましたけれどももともとは和をもって尊しとなす国民性がありますのであんまり争い事が日本はない。 で仮に争いになっても若いとかですねそういうことでこう進む傾向が強いんですけれども、はい、国によりますけれども、はい、やっぱりこう非常に権利を強く主張するとことん争う国民性がある国もあります。はい、国によよって違いますでそういうところに進出するときにやっぱりそれなりのことをやっていかないと夢と希望を持ってやってるところがですね、はいえー、大損害っていう話もないことはない。なるほど でまず段取りとしてはまずそのメインの商品や技術に対して他のの国でで、うん、権利がないかかどうかですね先に誰か取ってないかどうか取ってないか<ー>取ってたらやれませんからはい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 侵害だとやれないどころか損害賠償とかまあいろんな痛い目に遭うわけですよね自社のメイン商品や技術に対して商売を妨げるような要因がまず現地にないかどうかを調べることそう,そ,うそうなんですね では、日本の特許も海外に全部さらされてるというふうな。そうですね。はい、公開されて、ようやくは全部英訳されたものが出てますんで。<ー>それがもともと特許制度の意味ですよね。ですね技術情報として、みんな活用できるするわけですから。全世界に開かれていると。そうです。 逆に言ったら、それで、ええ、あ,あ、こここんな技術があるから、じゃ、買いたいと言ってくる、ええ。チャンスもあるわけです。そういうことですね。そう,いうことですね。だから、まあ、あのビジネスの国際化っていうのは、こうはもうどうしようもすることができないっていうか、はい、ますます加速する。これは間違いない。はい。はい、だその時に、ええ、あの、やっぱ日本的な感覚で、長でやるとひどい目に遭う可能性はある。確かに。まあ、しっかりやらなきゃいけない。しっかりやる。ただ、やっぱり、そこの知財の難しさというのは、例えば、その。 何百万何億円金かけても完璧な調査ってできないんですよね。そういうものだと。進出するかどうかっていうのは、取材のリスクがあっても、やるかどうかはやっぱこう経営判断ですね。うんうん、それから、まあ、あの恐れすぎると何もできないっていうのは、これまた事実なんで。はい、あの、その時に最悪の場合どうするか。はい、例えば、あの、今うちで手掛けてますけど、知財保険とかですね。まあ、いろんな、はい。 新しい商品も出てますので。起こした時のための保険。があるんすそうですね。<ー>で、これ特許庁が補助する非常に珍しい保険、まあ、そういうのもあります。<ー>それとか、あの、ライセンスを例えば、例えば、中国の企業と契約して。うんうん、えこれだけライセンス料って契約してるけど、払わないと。はあ、で、それを補填するような保険とかですね。<ー>まあ、いろんな新商品が出てますので。な,なんか、あの、リスクが高いから。 やめろと言ってんじゃなくてですね、やっぱりできる限りのことをして、私は進出し,していただきたい。なるほど。やっぱ大きなマーケットであることは間違いないですよ。そうですね。日本は人口減少時代とマーケット縮小の時代入ってしまったということなんで、うん、海外進出っていうのは多くの企業を考えることですけれども。その時に危ないからやめろじゃなくて、気をつけていけと。うん、<ー>だから。 やっぱり日本の商品に対する海外の評価ってやっぱ高いものはありますんで、地材の国際収支数兆円ですから、まさにそういうことの積み重ねですよね。だから自分がじゃあ展開するってじゃあ自分が行って向こうでビジネスをする方法もあるし、ライセンスしてやる、まあいろんな手法がありますよね。なるほど、自分が進出することだけじゃなくて、その技術を進出させるというところですね。現地の パートナーにそうですその何ですかねそうライセンスして使ってもらうと、うん、ああそういう方法もあるとこの間もですね、はい、たまたまあのウェイハイって中国チンタウの少し南に、はいはい、そこから招聘されて、はい、日本の企業をあの企業とあのアライアンスしたいということで、うん、世界から千六百人ぐらい飛行機代ホテル代食事代全部込みでうそ,そういう国ですよ。 現地でそういう企業マッチングが行われるんですか。そうそうそう。もう<ー>それはまあ今も続いているし、今なんかいろいろこうやっぱり技術取り入れようとしています。うん、トランプと習近平首相との間で、はいはい、あの知財が話題になる時代ですよ。うんうん、巨大な国家同士のトップの中で知財守れっていう。そうですね、知財がやっぱり結構やっぱり国益とか、うん、あ国力維持するためにやっぱり非常な 重要なものであるということの表れですよね。中小企業はそういう知財のやっぱね、はい、ネタっていうか種っていうはやっぱりあるんです。はい、ぜひそういうこうところで稼ぐようなね企業になっていただきたい,とい。なるほど。思います。ちょうど今回の52歳の食品メーカー年収30億の。うん 専務さんに対しては最後どういうふうなアドバイスになるんでしょうか。うん、ぜひ進出していただきたいと。うん、ある程度の調査をして、うん、で最悪のことを想定してですね、うん、それでもやっぱりやっていただきたいという思いがあります。うん、何もしないとやっぱ無防備すぎますよね。注意してやってくださいと。ええ、そうで先生今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。